温泉に行きたいと思います。海中温泉に行きましょう。無事にソルジェイトの最寄りのバス停に着きましたけど、あの何のアナウンスもないし看板もないんで、あの一緒に同乗した親切な人が教えてくれなかったら普通に乗り過ごしてましたね。まあ、とにかくソルジェイトに行ってみましょう。日本でも海中温泉に入れる場所ってなかなかないですからね。まあここイスキア島には整備された、そういう温泉施設ポセイドンとか、まあ大きい施設とかもあるんですけど、まあ、せっかくならね現地の自然を肌で感じれる非常にレアな海中温泉に入りたいということでセレクトいたしました。しかもね、あのポセイドンの方は 2,3,000円ぐらいするんですけど、もう大自然そのままですから、お金とかかかることないらしいです。もうその吹き出してるあたりとかはもう90度近い、源泉が出てるということで、まあ、海の、まあ、海中温泉ですからね、自分の適温の距離感でゆっくりとくつろげる。しかも地中海をね見ながらの露天、これはねもう温泉好きにはたまりませんね。これずっとひたすら 10分以上下ってますけど帰りが大変だ。想像余裕で超えてきましたね。超楽しみ。行きましょう。ソルジェイト温泉体験してみましょう。あったかすごいわ、これすごいわ。海中温泉初めてだわ人生で。おお魚いる。多分ね30度後半ぐらいありますけどね、そこに魚も泳いでるんですよ、魚が。あ、なるほどね。こっちがちょっと源泉に近いのかな。ちょっと暑いですけど離れるほどぬるくなりますね。やっぱ夏ですからみんなちょっとねぬるいあたりに集まってますね。何言ってるか分かんないけど、おーすごいわ、これはこれはすごい。あー気持ちいい。あーこれはすごいわ。あーいやまさかイタリアでね、イタリアで温泉に入れるとは思わなかったね。
やっぱ温泉の成分なんですかね、あの下が結構すごいヌルヌルしてて滑りやすいんで気をつけなきゃいけないですね。これはないでしょう。これはすごいわ。想像をはるかに超えてる。波が入ってきますけどね。いやこれは気持ちいい。もうちょっと移動するだけでさっぱりしたね。冷たい海でクールダウンもできますし、水風呂不要ですよ。でもちろん海も綺麗ですからね。もうこれ一つのためにスキヤ島に来てもいいでしょうね。ソルジェ8に来るためだけにスキヤ島に来ても全くいい。これ本当場所によっては本当に暑いぐらいですね。もう40度余裕、42、3度多分いってるんじゃないかな。もう暑っていう感じでしたからね。みんな思い思いの適温の場所を見つけてそこでゆっくりしますね。私もお気に入りのポジションを見つけましたよ。ちょうどいい湯加減。あーしかもねこうポコッと収まり具合がいい。あーそして見晴らしはこんな感じです。人生初の海中温泉はイタリア、イスキア島でした。癒しの島、それが天然温泉の島イスキア島です。特に温泉好きな日本人の方には素晴らしいですね。現地の人も言ってましたけど、カプリ島はまあどこであっても結構物価が高いと。何を買う何をするにしても。でもこのイスキア島は結構リーズナブル、結構観光客多いですけど、それでもやっぱりお店ですとか価格が良心的というのがあります。おすすめです。